メール届いたかな。え、嘘、メール届くの結構遅いんだね。ちょっと待って。こんばんは。どのぐらいショールームしなかったんだろう。何日間ぐらいショールームしてないんだろ。歌唱力歌唱力歌唱力出てない。え、そう、なんか急になんかね、乾杯ありがとう、本当にびっくりした。めっちゃびっくりした、ありがとうございます。草加さんとね話したんですよ。ここも岡さんのメール取ってるから知ってるよ。いました。そう、岡さんにね話したんだけどね、まあショールームできなかった理由はそれなんですけど、なんかまあちょっといろいろあってって感じなんですよね。あんまあれだけど、でも明日、明日の12時までだから、25日のトーク会が明日の12時までだから、申し込みみたいな締め切りが、だからショールームしないとと思ってしたんですけど、なんかちょっとまあね、ちょっといろいろあってショールームもうなんかえ、ありがとうねグッズ。まあなんかちょっとまあそうなんですよね。だからなんかショールームちょっとできなくて、そうなんか笑えるかなと思って、なんかショールームできなかったのだから。まあ、ちょっとなんかあれなんですよね、なんかですね、言えないけどいつかは分かると思うって感じなんですけど、私みんなの前にさ出ると本当泣きそうになる。泣いちゃうからやばいんだけど、もうちょっといろいろあって、なんかね、まあなんかそう、みんな配信したら泣いちゃうかなと思って、だから配信してなかったんだけど、でもやっぱり明日までだから締め切りが、だからやんないとと思って、
あと25日のトーク会だけだったから明日締め切りのやつはやんないとなと思ってやったの。ショールーム、なんかまあちょっとなんかね、なんかあれなの、なんかさパパがさ来てくれてたじゃん、あの畑野さんのトーク、あのトーク会じゃん、ツーショット会行った時に来てくれてて、でも仕事だから帰んなきゃいけなくて、その時にっていうか、その時になんか知ったことで、そっからちょっとショックでね、ショックでめっちゃ、でも仕事だから帰んなきゃいけなくて、でもここが一人でいたらなんかめっちゃやばかったから、ママが来てくれてて、そうママが今日来てくれててだからよかったんだけど、なんかパパが帰んなきゃいけない日に、帰んなきゃいけない日っていうかに、なんかまあちょっととは言えないけど、だけど俺仕事だから帰んなきゃいけなくて、それで帰ったんだけど、なんか一人って言って、なんかそれがあって、なんかそう、なんか一人でいたらなんかもうなんかあれだから、ママが来てくれて、そうなんかね、パパの前でもね泣いちゃったんだけどね、みんなの前でたら絶対、みんなも絶対ねショックだ、ショックっていうか悲しむと思うの、そのことを知っちゃったら、知っちゃったらっていうか、知っちゃ、なんて言うんだろう、言えないけどそのことは、でもみんなもね、そのそれを知ったら絶対にあの悲しむっていうかと思って、でもショールしても笑顔見せれないと思ったからできなかったんだけど、でもなんかずっとショールームやらないわけにはいかないし、逆になんかみんなショールーム急にやんなくなったら心配しちゃうかなと思って、でもなんかやっぱりなんかそれを思い出しちゃうと、なんか思い出しちゃうとなんかちょっとあれなの、お姉ちゃんは元気だけど、でもお姉ちゃんも悲しんでるから、でもまたいつかそのことはいつかっていうか、それが終わったら話すから、だからメールもあんま送れてなくてごめんなさい、誰かが病気になったかそういうことじゃないんだけど、自分自身のことで、まあ体調とかそういうことじゃなくて、自分自身のことで、まあ
また話すけど、とりあえず落ち着いたから泣きたくなかったけど、なんか一回涙出るともうダメでも、なんか詳しくは言わないけど、ここが絶対になんて言うんだろう、それをやってる、なんて言うんだろう、姿を見せれるように頑張りたいなって思ってる。でもなんかね、泣いた方がすっきりするよね。ね違うよ。明るい配信しよう。明るい配信、何の話しますか。でもなんかもう本当にね、毎日泣きすぎててやばいんだよね。みんな推し変しないでね明るい配信するから、何の話する。みんな晩ご飯はね、ママとご飯食べました。泣いてたらお姉ちゃん怒られないよ。姉ちゃんもね、もうね、怒ってたから。このことでね、もう支援しないでほしい。また何か分かったとしても。でもね、大岡さんもね、このことでね、相談に乗ってくれてね、本当に優しかったの。ちょうど大岡さんと LINE してて、その時にそう、礼行った時なんだけど、その時にそう、大岡さんにね言って相談したの。大岡さん優しいから、めっちゃ。お母さん優しいの、本当に優しい。なんかさ、なんかセンター様なのに優しすぎてさ、優しいの本当に。お前目にも書いてくれるしさ、なんか本当にそう、優しすぎる。お母さん本当に、そうだよ、心が優しすぎるからセンターさんにもなれるんだよ。
なんかもう明るく喋れそう。でも練習はしてるよ、練習はしてるけど、もうなんか悔しすぎてもう本当は練習しなきゃいけないけど、もう練習どこじゃないっていう感じなんですよ。いや練習はしてるけど。天然水は大事だよ。でもちょっとショールーム休んじゃったから、結構休んじゃったんですショールーム。でも明日までなんです。だから配信しなきゃと思って押し売りするつもりで配信したんだけど、もうそれどころじゃなかった。それどころじゃなかったんです。いやなんかもうなんか幕張はね厳しいかなとか思ってたんですよ、思ってて。だけど26日は両方完売して、25日は握手会は残り22枚ぐらいだったんですけど、朝起きたらなんか完売してて、もう25日の東海も押し売りしなきゃとか思って配信してたんです、しようと思ったんですよ。55枚買ってます、ありがとう。ですね、しようと思ったんですけども、それどころじゃなかったです。でももう大丈夫、大丈夫ですよ、きっと。夜しか寝なくていいんだよ。まあでもなんかね、あれですね、ですね。あ、なんだっけ、まあいいか、ありがとうございます。あとまあいつかわかるから、その時にまたお話ししますね。でもなんか本当にみんなが優しいから嬉しいですね。またなんかね、資料勝手に、あ、そうです、そうです。なんか本当にさ、なんか歌がさ上手だったらよかったなってちょっと思っちゃう、ちょっと思っちゃうっていうか、より思ってしまった。大岡さんのツーショットに行くのはおしましになりますか？え、大岡さんのツーショットに行くのはいいよ。歌は、いや歌、本当に歌なんです、歌が大事だですね、歌が大事だった、歌って感じ。歌って感じ。こんばんは。まあなんかあのですね、まああれですね、25日のトーク会あの来てくださいね、ぜひ。ここ耳いいんだけど、歌下手なんだけど。でここ耳いいよ、結構何でも聞こえちゃうタイプ。
もう修理できないとか。やばい、明日ブログだ。やばい、明日ブログだった。その割に飯、でも僕結構耳いいはずなんだけど、悪いんかな、どうなんでしょう。あ、でもココハさ、歌うまいからさ、耳もいいわ。ココハ耳いいんだよね、歌うまいし。歌は好きだよ、歌は好きですよ。涙全部引っ込みました。よかった、みんなさんの、みんながね、優しい言葉をかけてくれるからね、ここはアイドルを続けられるんです。カラオケは長野に帰ってた時とかは毎日カラオケ、なんかさ、できるじゃん、テレビで。あの、なんか1ヶ月とかで買ってさ、スイッチから、あれで、あれでね、あの毎日歌の練習してましたね。練習してて、でもなんかココハとかに歌うまくなったねって言ってもらえたから嬉しかった。え、でもね、入ってない曲とかあのあるんですよね。それだって、オオカミとプライドめっちゃ練習してたもん。それに入ってなかったから練習してたね。シュートとシャメカを無事に見せたら、この子可愛いって言い出したの、こちゃんね。じゃあ連れてきてくださいね、連れてきてね。なんかね、ボイトレはね、行ったことなくて、まだ行ったことなくてっていうか、あの普通に行ってなくて、行ったことないんですよね。あのお披露目前はね、やってましたけど、ボイトレみんなで一緒にレッスンみたいな。あとボイトレが行ったこと、なんかめっちゃ混んでるらしい。ボイトレ行ったことないんだよね、ここ。まあでも音痴もいいものだと思ってますよ、自分では。でも歌がうまい方がいいよ、うまい方がいい。でもボイトレね、あれなんだよね、歌唱力の子が優先的なのでね、今回は。でもなんかめっちゃ混んでて大変らしいよ、全然空きがないらしいですよ。ボイトレそう行ってないの、ここ。なんでみんな知ってるの、教科書力あったこと。そう、人数多いから。ボイトレ、え、知らない、わかんないんだよね、行ったことないから。そうなんだよね、お腹から声を出すっていう、それがね、できないからいけないんだけどね。みゆちゃんが、あ、そうなんだ、ほう、そうなんや。歌ね、うまくならない方が個々の特徴なんですけど、うんちなのが。でも歌うまくならないといけないんです。そうなんだね、確かに。でも終わった後だったらね、言っていいかもね。たくさん完売ありがとうってやってるけどね、日にち入らないんですよ、これ。文字数決まってるから。
でも本当にここアイドルやるまで自分がオンチなんて気づいてなかった自分がオンチだなんて知らなかった。アイドルするまで、アイドルするまでっていうかオーディションとか受けるまで全然気にしないで歌ってきた、歌ってきたっていうか、もともと歌うの好きだったんですけどね。さんちゃんがき、あ、ね、昨日センター祭、生誕祭で言ってましたね。面白かったですね。うん、もうね、でもなんか歌聞けないとは言われてた、下手すぎて。でもそれがここの良さなんですけど、もうそれを直さな、もう良さかもしれないけど、目立っていい良さかもしれないけど、もうそんな、あの、歌が下手でいる場合ではなくなってしまったんですよ。もうなので上手くならないといけないんです。もうあ、そうなの？もうね、今回のことでもう焦りに焦って、もう汗汗ですよ。もう汗汗なんです本当に。もう歌もっと上手ければよかったのにって思いちゃ思いましたけどね。音楽の授業はあの10なんで、10中10なんで、ここ実は音楽10評価中10なのから、ちょっとこう研究生の時に、あ、そうなんだ、そうなんそうだね、今日カホさんの、ね、ソロコンサートだからね。10の評価で10だからすごいでしょ、の割にはオンチだからみんな17日、あ、17日じゃない、25日の読解来てね。あとそこだけなんで、完売してないのは明日までの締め切りで。お姉ちゃんこんばんは。あ、ノーネームさん、お姉様ですね、こんばんは。うんちは個性なんです。学級向かったのかな。え、でもここあれだよ、テスト毎回100点だった、100点っていうか、なんか小テスト毎回やってて全部満点だったんですよ。すごくない？だから10なんだよ。ツーショットも少なくなって20枚なんです。あと幕張、あとね、25日のね、トーク会が全然30枚以上あるんでね、皆さんぜひ来てくださいね。え、ツーショット会、規律ツーショット会さ、聞いてほしくてね、17枚になってたんですよ。そして朝起きたら29枚に戻っててですね、で29枚からですね、24枚ぐらいになって、22枚から20枚ぐらいになったんですよ。だからね、うん、ここめっちゃ勉強してたから、で戻ったんですよ、ショックだったから。でも今20枚だから、いやでも1日で、1日のことあるの、1日でだよ、17枚だったのに、ね、急にで1日でみんな忘れないでよ、忘れないでよね。うん、まあでもこう一部なのでね、まだ25日の読解来てください。あと4分なので。最終日残り3枚買おうとしたら売り切れちゃった。あ、そうなんですよ。売り切れたんですよ。ぜひ。あ、ぜひじゃない。ありがたいことに。カート入れて買わなかったら多分そうだと思われる。わかんない。こう、よくわかんないんだよね。どういう感じなのか。でカート入れたら枚数少なくなるくない？普通だったらね。こっちゃんのけど、あ、本当に？皆さんのためにかわないよ、そんなことやめて。最終日買い足そうとしたらなかった。え、本当に行列できるかな握手会は東海も来てよね。
25日は本当に、じゃあ10あれ東海も来てくださいね。最終日はね大行列でいてほしいね。あと3分で売り切れるかなって、まだ30枚以上ある。25日、ツーショット会、ね、あと何枚なんだろう、みんな教えてね、みんな教えて。検索できないんだ、スマホがここにあるから。さ、ここ今さ思ったんだけどさ、お菓子のやつでさあれよね、とんがりこうみたいな、あれ指に刺すやつあるよね。みんな何枚か教えて。あと2分、滑走路ではないよ、全然滑走路じゃない。もうツーショット会も滑走路じゃないから、ツーショット会滑走路じゃなかったから、ちなみに亀裂の滑走路じゃなかった。重大読みしますね。13位、猫ちゃん。12位、カニ。11位、三色団子の猫ちゃん。10位、弓。9位、パンダちゃん。8位、ライオン。7位、アライグマ。6位、弓。5位、クマちゃん。4位、男の子。3位、なんだっけこれ、ちびまる子ちゃんのあのやつ。2位、猫ちゃんの被り物。1位、ボンダちゃん。ありがとう。あ、そうそうそう、あのさ、めっちゃ申し訳ないんだけど、あの幕張の日にチャイナ服と私服にしてて、やばい、ね、もう時間なっちゃうかな。それで、でもあのチャイナ服着たじゃん前回で、ちょっとあの持ってくのが幕張の時だから大変で、あの2日から私服にチャイに私服にしちゃいましたけど、全然いつもと違う私服なんです。なのでよろしくお願いします。いつもと全然違う私服です。なんかチャイナより可愛いです。でチャイナより可愛いんで、そっちの方がチャイナより可愛いから大丈夫。いつものこっちゃんじゃないです。よろしくお願いします。いつもの、あ、バイバイ、やばい、20時、バイバイ。